皆様にご報告があります。この度投稿頻度が遅くなってしまって大変申し訳ございませんでした。ということで皆さんこんにちは、野田桜でございます。お久しぶりでございます。2週間ぶりぐらいの動画となりますね。すいません、ちょっとテスト期間とか部活で結構遅くなってしまって、編集する時間とかが全くなくて最近やばい状況が続いてたんですけど、やっとテストとか終わって一段落したんでこういう動画ができますので、皆さん楽しんでいってください。ということで今回はですね、京葉線のことについてやっていきたいと思います。 JR 京葉線、2024年の大改正で世間を騒がせてしまった京葉線、まあ騒がせてしまったのは JR 東日本でありまして、まあ騒がれてそれに影響が出たのが京葉線であります。そんな京葉線、通勤快速とか快速が減少されて結構いろいろな問題起こっておりますが、なんと京葉線に天気が訪れるよということで今回ちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。では早速やっていきましょう。京葉線っていうのをちょっと振り返ります。京葉線っていうのは東京と蘇我を結ぶ路線で、蘇我から内房線に行ったり外房線に行ったりと様々な列車があります。そんな京葉線なんですけれど、今日3月のダイヤ改正で、なんと3月のダイヤ改正で快速は朝と午前中から15時台のみという感じで結構少なかった印象がありましたね。まあそんな京葉線の快速なんですけれど、朝と夕方時間帯に京葉線と内房線、外房線を中心とする一部各駅停車を快速に返品いたしますということで、今まで各駅停車の快速に格上げしてより早く速達性を上げるっていうことみたいです。今までのねやつ、やっぱ各駅停車だったんで結構不便だったと思うんですけれど、2本新しく上りでは各駅停車から快速になりまして、1本目が上総湊を6時56分に出る便です。で2つ目が上総一ノ宮を6時28分に出る便、これがそれぞれ各駅停車から快速になるよという感じとなります。そして下りにも変化がありまして、下りは快速1本目内房線東京20時7分発でいいんでしょうかね、プレスリリースでカッコでついてるんですけれど、で鬼滅到着が21時33分到着の便です。そして外房線でですね、外房線は20時35分発の上総一ノ宮が22時3分に到着する便、これらが快速になるよ、新しく快速になるよという便でございます。で今まで各駅停車だったら君津まではどれぐらいで東京から行けたのって話になりますけれど、今までは99分ということで1時間と9分もかかっていた、1時間39分もかかっていたんですよね。それがまあ快速になったおかげで89分になるよということで、まあだいたい10分の間隔差ができたよって感じですね。ちなみに通勤快速だったら85分で行けたっていうことで、まあ、内房線入ってしまうと快速と通勤快速そんな差ないと思いますので、まあいいのかなと思うんですけれども、まあ結構変わったよっていう感じですね。ちなみに蘇我まで各駅停車だっただと57分が47分に快速になったことで結構多くなっており、減っていますね。ちなみに上総一ノ宮東京から105分もかかるんですよね。各駅で行くと結構かかりますよね。それがまあ結局快速になったことで1時間半で東京まで行けるよってことで、まあこれ結構いい感じになりますね。で京葉線の一部各駅停車を快速に返品するよっていうことなんですけれど、今まで現行だったら10時から15時台までが今までの規定となっていたんですけれど、返品としまして9時から15時台なんですよね、下りに関しては。
で、それと20時台に2本が追加されるっていう感じとなります。で、逆に上りはどれぐらいなのと思いますけれど、6時台に2本、10時から15時台で12本だったのが、6時から7時台に4本追加、9時から15時台に13本通過されるということで、合計33本が運転されるんですよね。ちなみに土休日はというと、現行は10時から15時台だったんですが、返品後は9時から16時台、結構1時間伸びるんですね、平日より。そして20時台に2本が追加されるっていうことで、まあ結構これいいんじゃないでしょうか。ラッシュ時間帯に備えてっていうことみたいですね。で、ちなみに変更後ですけれど、休日は6時台から7時台で4本運転されて、9時台から16時台で27本ということで、合計1日休日で61本も快速が増えるっていうことで、結構速達性上がりますね、今までより。なんで休日が多いかっていうと、多分海浜幕張とかの幕張メッセとかマリンスタジアムとか、そういうイベント先での混雑が結構休日多いんで、まあそういうこと考えてなのかなというふうに僕は捉えております。皆さんね、まあ通勤快速やった方がいいじゃんって思うんですよね。まあ僕も最初思いました。新浦安とか海浜幕張って2面4線の駅のため、緩急接続ができるから、まあそこで通勤快速とか定期停車をやろう、緩急接続して乗り換えとかやればいいじゃんって思いがちだと思うんですけれど、まあそうしてしまうと、なんか混雑が激しくなってしまうっていう予想がなんかあったみたいで、その結果やっぱあったのと、まああと通勤快速の停車駅が少なすぎて、まあ通過駅多いから、ちょっと新規場出てしまうと、そうがあって、結構やっぱりね、まあ駅間が長いので、まあ結構時間が狂ってしまうとか、そんな感じで降りたいのに降りれられないっていうのが結構続いてしまったというのもあるっていうことで、結局通勤快速がやって通過駅を増やしたとしても、結局それは無理だってことになった代わりに、まあ快速を増やしたっていう感じみたいですよ。まあ今までの狙いとなっていたのは、なんか快速とか各駅の乗車率が結構バラバラだったんで、まあちょっと各駅にして乗車率を一定にさせたいっていうのが目的だったんですけれど、結局まあ沿線の人とか千葉県知事、千葉市長とかが結局討論して、まあこれはちょっとやめてくださいってなった結果、今回の異例なことになってしまったっていうことですね。あ、ちなみに実施日なんですけれど、9月に行われるみたいです。ダイヤ改正じゃなくてダイヤ変更なんですよね。ちょっとこれ疑問に思ってしまいましたが、まあ皆さんもね、京王線使う方はね、ちょっとこれから各駅だったのが快速なので、よりちょっと余裕を持てるのではないかなというふうに思いますので、ちょっと皆さん楽しみにしてみてください。ということで、長い長い話は以上となります。ということで、ありがとうございました。